ダンスショーが始まります。はい、昨日に引き続き MDA ユースクラスのみんなの登場もあるので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、そして試合終了後、こちらのステージの開催はないんですけど、はい、グラウンドの中ではビッグカメラフォトセッション、グラウンドウォークを開催します。はい、まずはビッグカメラフォトセッションはチーム26有料会員の方が対象で、有料会員の方で試合開始前までに本日の来場ポイントを加算された方の中から抽選を行いまして、試合中にビジョンで当選番号を発表いたします。はい、当選された方がビッグカメラフォトセッションに参加できます。はい、でグランドウォークの方はどなたでもご参加できますので、マリーンズファンの皆さんはもちろん、イーグルスファンの皆さんも参加ができます。